ネストルエセキエル・オルティゴサは、アルゼンチンブエノスアイレス州産、アントニオ・デパドア出身のパラグアイ代表サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。2004年に AA アルヘンティノス・ジュニアーズで選手となった。2005年に CA ヌエバチカゴに、レンタル移籍。2007年には、トップチームの主要メンバーになり、2009年に、クラウディオ・ボルギが監督に就任すると、 レギュラーの座を確保した。2009から10シーズンのクラウスーラ制覇では19試合中17試合出場3得点の結果を残し、アルゼンチン年間最優秀選手に輝いた。2011年には220万ドルで CA3、ロレンソであるマグロに3年契約で移籍した。2012年7月には1年契約でエミレーツクラブにレンタル移籍を果たした。 2016から17シーズン限りでサンドレンスを退団することが決定。2017年6月20日の CA バンフィールド戦では自身の背番号にちなみ前半20分にサポーターから感謝の意が表された。翌シーズンよりクルブオリンピアと2年契約を締結した。アルゼンチンで生まれたものの父親の出自はパラグアイであり、彼は パラグアイ国籍を申請する資格を持っていた。そして、パラグアイ代表監督のヘラルド・マルティーノは彼の召集に興味を抱いていた。2009年4月8日に彼は、パラグアイ国籍を取得し、パラグアイ代表としての出場が可能になった。2010フィファワールドカップ、南米予選のベネズエラ戦及びコロンビア戦で初召集を受けた。 2010FIFA ワールドカップ本戦にも出場した。2014年10月14日に行われた中国戦で初得点を達成した。代表での得点一覧。ありがとうございます。